その過激によって人形の形あ人形になりたこら。ジョンボが現れて、おお、ほら、2階の一人で、ああ、やっぱりもう、さあ、目指そうか。日本再発見クエスチョン、今回はモーニング娘。の小川誠さんに質問です。日本の好きな食べ物は何？おお、日本の好きな場所はどこ？日本のイメージってどんな感じ？20年後何をしてると思いますか？日本の好きな場所はどこ？日本のイメージってどんな感じ？もうあるあメアティすごい何を？モエよメアゴリラやペンギンやガゼルや後でスペシャルゲストも登場します。その他にもいっぱいの銃剣があるんだけど、最初の曲は、うん、限られましいね、王者様選びます。こういうことはちゃんと帽子というかヘルメットかぶっといてください。まずは今週の王女様プリンセスオブモーニングを選びたいと思います。今日も王女様に危機が迫っております。一と何人今日朝からおと何人今日7人の中からお助け娘を3人なぁと思う人。それではテンションが上がってきたところでスペシャルゲストを紹介します。なぁと思う人、この人は私のために力になってくれるだろうっていう人、とりあえず言っとくでもいいよ。と何人今日7人の中マスターシャフミキさん、ほら喧嘩しないの。日本再発見クエスチョン、今回はモーニング娘。の小川誠さんに質問です。日本の好きな食べ物は何？20年後何をしてると思いますか？日本のイメージってどんな感じ？日本の好きな場所はどこ？それではテンションが上がってきたところで、今日も王女様に危機が迫っております。一緒1万年間もじーっとしてたから首がガチガチだわさ。ちょっくらば表はいいやね。でした。どっから来たの？お名前は？はい、どうも番組にようこそ。呼び名はある？それともじ？あら、じゅうたんくんでないの懐かしいな。千年ぶり。ご挨拶ご挨拶。いやー、よーよー。あれやんま。あんた前のご主人よりずいぶん小さいね。俺がでっかくなっちゃったのかな？ねえ、私ね、どっちだと思う？正解！博士ご立派！私は誰？忘れようどっちでも。お前させない。そして分身もランプのせいぜ。ただし3つまでね。願いを増やせという願いは受け付けません。そうです。3つ。ウノドストレス。願いのヘピコがお断り。踏殺しはできない。これダメ。その2です。
その気がない人に恋愛させるのはダメ。できないの。そういうこと考えてた。その3、診断。質問に答えていきます。それでおめえはおめおめと帰ってきたのか。それより案内しろ。私のどこが純粋です。困ります。満タンガンでやられる前は意外に効いておったのに。スイカ、なるほど、はい、ちょっとイメージなかったんですが、早速ご登場いただきましょう。じゃあメンタロくんお願いします。力強く押さない。それでおめえはおめおめと帰ってきたのか。各位，我哋接连不断咁收到各地嘅紧急报告，几乎喺同一个时间内，所有嘅石油库、车站、工厂、学校都受到各种不同程度嘅电光袭击，伤亡惨重。睇嚟我哋或者可以讲，地球嘅人类正面临各种自称为冰河魔嘅怪物有史以来最严重嘅侵略。冰河魔究竟是啲咩嘢嚟嘅咧？刘所长会向我哋大家解释嘅。师长，各位，冰河魔是一种高级嘅生物，而且好可能是地球历史上冰河时代嘅人类。2000万年前，佢哋经过咗一场冰河浩劫以后，被埋藏喺地球嘅内部，但是佢哋并冇死去。相反呢，他们适应那里的环境继续生存。现在他们感觉到再没有必要被埋藏在地球的深处，所以我提议立即执行 BDX 计划。刘所长，这个任务交给你了，只准成功不能失败。俺様が来たからにはもう大丈夫だ。遅れないよお前ら。心配は無用だ。行くぜ。プレシャス回収完了だ。その過激によってパワフルな歌声です。獣を心に感じ、獣の力を手にする剣法、獣剣。獣剣に相対する2つの流派あり、1つ